失礼します。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。ちょっとカメラ持ってきました。え、なんでですか？一応。いや、なんかこんな呼び出されることってあんまないから、なんだろうと思って。一応で。大丈夫？はい、大丈夫です。失礼します。今日は話がありまして。そうだろうね。はい。ね、何？なんか詰められるの俺。はいそうです。はい、入ってやめて。何かしましたよね。めっちゃ怖いんだけど。何か謝らなきゃいけないことしましたよね。なんかこういうドッキリ確かにある。いや違います。ちょっとやめて、怖いから。ちょっと私の私事ですが。私事ですが、私事の話。私事なんですけど、引退します。またまたそんな、またまた。でもそんなぐらいのことないと呼び出さなくないですか？いや、初めてだからビビってんだけど。なんでまあ引退ですよ。三上は AV 引退です。え、どこにカメラがあるの？引退ドッキリじゃないから。引退ドッキリじゃないから。本当に言ってんの？はい、まあ、まだ今すぐではないですけどね。来年の8月に引退するんですよ、ついに。ちょっとお水もらっていいですか？どうぞ。なんで？なんで？いや、決めてたんですよ。ずっと30歳でもう引退するっていうのを、デビューの時から決めてたの？はい。でもその人気のうちに辞めたいじゃないですか、どうせなら。もう飽きたって思われてから辞めるの嫌なんで。メーカーは知ってます。メーカーと事務所の人はもちろん。 S1 のプロデューサーの人たちもある程度知ってて。はい、もうお話しして、今年の 2,3 ヶ月前ぐらいから決めて、迷ってたんですけど決めました。2,3 ヶ月前、2ヶ月前から。で、もう伝えたんだ？伝えました。しれっと引退みたいな私嫌だったんで、大々的にちゃんと三上は引退しますよっていう作品とか作ってやめたいし、まあ、私のこと応援してくれてる方もそんなね、しれっといなくなったらね、かわいそうだし、ちゃんと正式に終止符を打ちたいと思いまして、来年の自分の誕生日8月なんで30になるんで。あ、そうかそうか。 それが来年なんだ。今はまだ29なんですけど、うん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 、来年の8月までですね、リリースは。ぴったり30でやめます。しんみりしちゃうな。本当ですか？まだ、でもまだあと1年ぐらいありますよ。そうだけど、実感ないです、あんまり。まあもう今この時点からもう終わりに向かってるわけだもんね。え、急にそんな感じがしてくる。前回のだって先月の撮影の時は全然こんな感じじゃなかったですよ。いつも通り撮って、うん、いつも通りの月1ある撮影みたいな、うん、けどまあカウントダウンが始まったって感じですね。まあ AV 以外にもやってることあるので。まあそうだね。うん、あの月に1回しか逆にその AV っぽい仕事してないんですよ。それ以外は普通の服着た仕事してるんで。
服着ていきます。服着た仕事していきます。服着た仕事の方がもう、はい、まあ、断然多いのかも今。そうなんですよね。グラビアとかもほぼなくて、もう脱ぐ仕事がほぼ AV のみみたいな。月になんか1回しか脱がないんですよ。なんでまあ三上優愛として第2のスタートですね。あれ俺今月多分撮影するの。そうです。だからちょっとあのいろいろやりたいことをまとめました。私は引退に向けてカウントダウン始まったんで、うん、ちょっと自分のやりたいコーナーみたいな作品をまとめて、うんうんうん、あのノートにまとめましたので。え、なになに。それを見ていただけたらいいなと思って。これをちょっと待って、はい、じゃあ俺考えなくていいの今回。あ、そうです、私がプロデューサーです。三上プロデュースですね今回は。あ、まあちょっとそれ楽しみっちゃ楽しみだけど。はい、なんでまあ気楽にやってください。まあそれはそちらの船に乗っかったつもりでやりますよ。はい、1個ぐらいそういう作品があってもいいじゃないですか。まあ、とりあえず、うん、私のデビュー作がやっぱり皆さんにとっても結構思い出に残る作品だと思うので、うん、今までのその、まあ、1本目の作品とかと比較をしたりとか、うんうんうん、まあ、男優さんとかもその時に出ていただいた方に出ていただいたりだとか振り返ったり、うんうん、あとはまあユーザーさんが見たいものを私の中で考えて成長を見せたいなと思って8年な9年ぐらいやったんで結構考えました。一応どうぞノートにまとめたんで真面目に。そんなに深く考えないでください。ノリでやりましょう。ノリで、うん、ノリで。意外と私の作品はそういうドッキリみたいな、うん、三上優愛が全面的に出てる、うん、作品人気なんですよ。うん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 、なんか素の私、うんうんうん、なんでまああんまり考えすぎず。なるほどね。はい、気楽にそのままをね。はい、三上優愛を。じゃあこのノートにちょっといろいろ記されたものの中を うん、まあ、今月か今月いろいろやっていくって感じも、はい、これまとめて撮るの、それとも今月かけて撮るの。まとめて、あーまあでもちょっとまとめて取れないかもしれないんで、うん、まあそれは日をこうまたいだりちょっと待ってしつつ、じゃあ俺が仕切るんじゃなくてあなたが仕切るから。はい、スケジュールください。全部今月のいつでも来れるように。あ、呼び出されるシステムのね。はい、はいはい、その今からその時が来たらやりますよって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。されたんで来ましたけど、はい、今からシミケンさんのところに行きたいと思います。シミケンのところに行きたい。はい、やっぱデビュー作の一番最初の絡みだったの、うん、シミケンさん。おう、ちょっとそれを振り返りつつみたいなやりたいなって。そう、俺呼ばれたはいいけど、はい、シミケンがどっから来るか知らないよ。いや、あそこら辺から出てくるんです。え、あそこら辺ってどこ。あそこ前の現場、あそこら辺らしい。ちょっと出てくるところを捉えたいです。あ、ほらほらほら、てかさ、てかさ、てかさ、なんですか。あいつになんかちょっと話してんの。え、
共有ないですよ、何も。あいつだってあれ現場終わりかもしんないじゃん。じゃあでも関係ない、ね、でもし次の現場行くんだったらどうすんの。いや、ダイヤさんはもう一日何現場もやりますから。マジで。おお。ゆまちゃん。お久しぶりです。強制さんだ。お久しぶりです。あざす。すいません。どうした？え、ちょっとやりたいこと。いやいや。なんかね。え、なんでわかったの？僕がここにいるって。え、仕入れてました。情報を。え？ちょっと僕もついてきただけなんで、あんまり分かってないんですよ。もう。え、なになに？やりたいことが。今すぐに。今すぐに。今すぐにセックス。いや、よくわかんない、よくわかんない。なんで？なんで？とりあえず行きましょう。めちゃくちゃ怖いじゃん。え、まあ、そもそもなんで俺がここにいるって。知ってます。それは裏のルートから聞きました。やばすぎる。ごめんね。なんか急に。ちょっと軽くだけでもいいから説明してあげてよ。私が。え？なんで？来年に。なんでなんで？いや、もう一緒になって30で辞めるって宣言してるんですよ。おう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 。30になるんで、おう宣言通り潔く。ああ、まあまあ区切りとして、はい、僕もつい最近聞いたんですよ、辞めるって。はい、そうです。でなんか今回いろいろ自分でやりたいことがあるから手伝ってくれって言われて。へえー、面白い。うん、私の引退発表作に入れてほしいなと思って。え、嬉しい。はい、だってデビューだもんね。そう、デビュー、それが関係してるんですよ。あ、そうなんだ。そう、え、それ関係してる。そう、これ読んだ、あ、理由はね。そう、あ、最初と最後みたいな感じで。はい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 。たまにね、あのデビュー僕そっからすごい売れて一切会わなくて、引退の時に呼ばれるってあるあるなんです。え、でも私はちょいちょい会ってた。ちょいちょい会った。ちょいちょい。よく覚えてんのが、はい、ファミレス。あ、ファミレスでいきなりっていうのはあった。それ人気ですよ、多分。あ、本当、うん、よく SNS で見ましたけど。え、清水さん、これ清水さんの車帰るところ。いや、もう本当帰るところ。あ、じゃあ行けます。帰るっていうか、もう、え、でも次17時半からあ、じゃあギリギリ。女の子、え、女の子焼肉行くだけ。あ、声でかい、声でかい。いいじゃん。だって俺ほら、もう離婚して独身だから。いやいや、知ってますけど。ああ、やっぱり離婚しちゃったんですね。やっぱり悲しいです。猫筋触るぞ。どうする？どうするじゃあ。え？早く。え？じゃあそれまでだったらいいよ。早く行きましょう。え、どっち、どこに行くの？まずは。え、こっち？こっち？はいはい。このスタジオ。じゃあとりあえず。スタジオ。え、これ俺空いてなかった、どうしよう。もうなんかね、今回無鉄砲なの結構。すいませんね、清水さん。とんでもないです。なんか時間気にしてるけど。ケツありますね。あと1時間15分大丈夫。あ、結構結構、まあ、なんかちょっと彼女的には一番最初に出会った AV 男優が吉見健。確かに。そうですね。確かに。そう。あ、何年前ですか？懐かしい。何年？8年、9年前くらい。そんな？アイドルよりも全然長いんですよ。アイドル5年で、うん、AV もう9年だ。9年だもん。そうか。はっきり覚えてるもんね。覚えてますか？覚えてる。何ですか？覚えるエピソードがたくさんあるんですよ。え、怖い。何？実際僕知らないんですよね、この作品の。あ、そうですよね。まず、ゆあちゃんがの話をもらった時に、はい、メーカーが無敵さんだから、うん、名前は教えてもらえなかったんだけど、うん、もう一発目でシミケンにお願いしたいってプロデューサーに呼び出されて言われたの。呼び出されて。呼び出されたの。なんどっか橋の上かどっかに呼び出されて。え？俺なんか悪いことしたかなと思って最初。そう、うん。失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。よいしょ。てか何やってんのこれ。撮影してました今。なんで？
雑誌みたいな。で今日は 何思いついたの、何を思いついたっていうか何をしようと思ってんの。なんかいい案ありますか。あ、俺に何か意見を求めてんの。そう、私ばっかり考えててもあれかなと思って、やっぱ監督の意見も聞いといた方がちょっとはね、うん、いいのかなって。相談ね。じゃあ相談ですよ。完全にあなたの船に乗っかってたから俺。ですよ、もう仕事してなかったですよね。いや仕事してるわ、ん、何も考えてなかったけど、うん、なんかください、うん、なんだろうね、私の AV でこういうのあった方がいいみたいな、うん、ありますか。俺最近ちょっとふとなんか撮ってて思ってたのが、あなた、うん、もう感謝しない顔、なんか精神バッてかけられる。いや、ありますよ全然。いやいや、違う、もう口下男性は、うん、やっぱ正直ちょっと目に入ると辛いんですよ。女の子はみんな分かってないかもしんないけど、男の人はそういうなんかかけたいみたいな願望でやってるかもしんないですけど、はい、あのね、目に入ったらしばらくもう痛いんですよ。だから眼車はいいけど目には入れないでほしいっていう願望があります、私は。あ、なるほどね。はい、眼車は別にいいけど。ああ、そういうことね。そうそうそう、 NG とかではないですけどね。うん、取ってねえな、これは当分。いやいやいや、そういう、そういうやつ、そんなことない、眼車ものはない。三上の顔を汚すっていう映像を当分これ取ってない、ね、いやいやいや、そんなことはないですよ。他の監督さんも取ってないの、これ。いや、取ってますよ、普通に。眼車はあるけど目に入ってたのはもう 7年ぐらいないかも。やっぱこの人綺麗な顔が汚れるの。いや、私のファンからね、ファンの人はもう優しいから、もうゆあちゃん辛い思いはしない方がいいって。あ、それいいわ、そうしよう。いや、よくないよくないよくない、勝手に進めないでください。何、今日は仕事はもう終わった。終わってないです、まだ。あ、今休憩中。あ今ちょっとぐらい大丈夫だよね。大丈夫じゃないし、三上岩が圧かければ今の話の流れで言うとすごく怖い。ちょっとじゃあさ、待ってて、ここで。嫌ですよ、電話。やだやだ、電話してくれ。やだやだやだ、変なことするでしょ。しないしない、逃げますよ私。しないしない、そんなことしない。無理ですよ今から感謝とかは。ちょっと待っててね。やだ、すぐ帰ってくるから。やばい流れ、 やばい流れ起きてる。ちょっと感謝 NG で。何？何？怖い怖い。何が？ね、こっちが怖い。何？え、今読んだ。何を？もちしゃくると。何を？え、でもさっき話した。いいよいいよいい。現実の話じゃないよそれ。見たいと思うんだよな。いやいやいや、急すぎますよ。そう思われてるうちが花ですから。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。え、どうしたんですか。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ座る。いやいやいや、あ、何にもないですよ今日は。えすいません、なんかただ呼び出しただけになっちゃいました。あれ、面識は ありますよね。あります、あります。会ったことあります。あるよ、お久しぶりです。あ、よかったよかった。普通にありますね。あります、あります。でも今日は用はないのに呼んじゃったんですよ、ごめんなさい。用ないです、はい、そんなこと。用はないのに呼んじゃってごめんなさい。え、ちょっとね、まあ、ちょっとザクッと話すると、はい、来年引退しちゃうのって。え、引退するんですか。うわ、めちゃくちゃ残念です。本当に思ってます。いや、本当です本当です。本当ですか。引退しちゃうのって。デビューの時ぐらいからお会いしてるんで何回か。え、マジで。そうですね、結構昔から。昔から1年に1回ぐらい、1年に1回ぐらい。会いますよね。鮫島の1年に3回って。はい、1回なんでもっと少ないです、ね、七夕みたいなもんですね。ね、年に1回。じゃあ今日久々だ。今日そうですね、1年ぶりぐらい。1年ぶり。もうなんか1年に1回の1回を果たしちゃったんで、はい、本当に、うん、え、でね、今ちょっと彼女プロデュースでいろいろな作品というかコーナーを撮ってんだけど、そう、1個ちょっと物足りねえんじゃねえかっていうスパイスで呼ばれたの。いやいや、
分かるよね、あなたがなぜ呼ばれたかとか、まあ、なんとなくそのスパイスは何をすればいいかとか分からないです。なんとなく分かります。ほら勘がいいから。え、何でもないですよ何もないんですか、ね、1年も呼ばれないってことはさあんまりコーナーとして呼ばれないってことだもんねそうですね、たまたまですよね。でも多分お会いしたかったですなんかあるんですか、特殊技術が。ありますよ。特殊技術が持ち合わせてるってこと。だから多分会ってなかったなと思う、今まで。あ、私のなんかあんまりよろしくない部分があるってこと、うんうん、特殊技術ある系ですか。あの顔にかけるの上手です。あ、でも上手ってことはその方向とかも上手ってことですもんね。それはまあ時の運ですね。結局あれは時の運なんですね。そうですね。あ、定められるものじゃないってことですか。ある程度までしか無理ですね。あ、でも全然今日はその特殊技術発揮しなくていいね。あ、そうなんですか、はい、もう今日どれぐらいぶり現場。え、もう3日空いてますね。怖っ。ちょっとどういう状況の人連れてきてるんですか。じゃあ早速時間もその前に。え？ないだろうから。三日間も出してないってことですか。そうですね。もうそれもうマックス値じゃないですか。溜まってますね。何これ。ダメですよ。なんかさ、気持ちよくなったり興奮したりすると、うん、出る量が変わるから。あ、もうちょっとほら近づいてあげないの。だから出る量多いと困るから。こっちは1年ぶりにせっかく会ったんだからさ。いやいや、近づきはしますけど。もっと近づいてあげないの。久々でしょデビュー当時から会ってんだよ。まあそうですね、結構前からですね。なんでなんで近づきないよって、その微妙な、その。いや、近づいたじゃないですか。もっとだよ。もっと、結構近いですよ。あ、お待たせしました。遅いですよ急に呼び出されてそんなすぐ来れないよ。何こんな雨の中に呼び出して。いや、私思いついてやりたいこと。っていうか最近ちょっとその多くない？いや、もう引退なんだよ。思いついたらやらないと。すぐ呼び出すのやめてもらっていいですか。でももうタイムリミットあるんで、まあ、今のうちにやりたいことやっとかないと。で、何思い出したの。いや、あのハメ撮りやりたいなやめてこい、ちょっと公共の場でそういう変なキーワード突然。人がいない。いっぱいいるよ、ちょっと。え、ここってここどこ、何なの。スタジオです。ここスタジオなの。はい、こっちってスタジオです。マジで。え、何、自分で押さえたの。はい、ハメ撮りやりたいなと思って公共の場でやめてください、すごいの。いやいや、いいけどさ。え、俺何にもまだ段取りしてないよ。だから男優さん呼んでもらって、うん、やりましょう。とりあえずはい、トリマ雨だし。本当だよ、もう超天気悪いし寒いし。いや、じゃあ行く、ハメ撮りやりましょう。ちょ、誰呼べばいいの。タマちゃんえタマちゃん、あそこはもう決まってるのね。はい、決まって指名で。もう夢をやっぱ叶えてもらわない、最後だから。そっか、もう一応連絡はしますけど。たまちゃん、ハメ撮りね。はい、たまちゃんと二人っきりでハメ撮り。わかりました。ちょっとで、どこに行けばいいの。とりあえずまずは、ね、え、行きます。私が会わないでますよ。ちょっと、はいはいはい。寒いですよ。だいぶ寒くなってきたけど。たまちゃん空いてますよ今日。分かんないよ、だってあなたが急に呼び出してさ
わかんないだから。ためどり。なんでさ、はい、もうちょっと予告しとこうよ、早めに電話するとかさ。急に思いついて、うん、もう今すぐにやりたいって思って、うん、連絡したんで。じゃあ先に行っててください。私が？僕ちょっと連絡しなきゃ。これ 何回に行けばいい？4回に行けばいいね。分かった。じゃあちょっと連絡して急ぎ目で急ぐよ。やっぱ三上は引退しちゃうんですよ。まあそうですね。確かに悲しんでくれますかね皆さん。どう考えても悲しいでしょ。でも8年とか9年って考えたら長いですよ。9年か、来年で。って思うとめっちゃ長いです。女性の一番こう輝いてる瞬間、この業界にある意味捧げてたって言っても、でもそれはある意味、うん、AV やってよかったこともたくさんありますよ。三上岩を知ってもらえたのは AV なんで。もともとは熱く語るね。熱いですね熱く語ったら熱いですね。